く。それが使命さ、その正義呼び覚ませ、命をかけて。熱い風受け止めろ、永遠にが。始まったワールドチャンピオンシップ決勝戦はとんでもない展開になった。シルバーのリーダー的存在だったマグナムは、実の兄たちが敵ダークスワンにいることで戦闘意欲を失ってしまい、そしてその兄たちファイター兄弟のプレイは相変わらず鋭くシルバーを圧倒し続けた。しかしやっとのことでマグナムはどんな時にも魂を分かち合い、正々堂々戦い続ける仲間たちがいるという一番大切なことを思い出し、復活の同点シュートを放った。シルバーキャッスル、マグナムエースの鮮やかなシュートで同点のゴールです。見ておじさん、パワーが元に戻ってる。うん、マグナムエースは完全に復活したのね。もう大丈夫なのね。多分な。この後に及んで多分じゃないでしょ。まったく、もうおじさんはいつもそうなんだから。もっと別の返事できないの。まあな。もういいわ。よくやったなマグナムエース。貴様どっちの味方だ。いや、すまん。できれば両方に勝たせてやりたいんでね。なんだと、ふざけるな。今の言葉、ギロチ様がお気になったらただじゃすまんぞ。ギロチか。ま、そうだな。今のことは聞かなかったことにしてくれ。マグナムエース、しぶといやつだ。さあ行け、ファイター兄弟、お前たちの真の力を見せてやれ。ようやくやる気を出したようだな。これで少しは試合らしくなる。俺たちが今まで築き上げてきたものを兄さんたちにきっと分からせてみせる。行くぞ。行かせるか。何？アルバ！何？ゴールに向かっている。よし、何？と気合流拳、ボールを受け止めた。何？流拳大丈夫だよ。気合流拳ナイスクリア。危機一髪のところでシュートを阻止しました。すごい。シルバーキャッスルめ、なかなかやりうるわ。あのシュートを止めるとは。さあシルバーキャッスル、ボールをキープ。カウンターアタック。冗談じゃない、行かせるか。ジゼットパスだ。ウィンディーにパスが通った。行くぜ、ジグザグ。ゴールダムシュートを止めた。行くぜシルバーキャッスル。アーム、マスク、竜巻フォーメーションだ。おお、何をしやがる、スプリッツ。お前たちはゴールを守れ。余計なことをするな。なんだと。分かったな。あの野郎。やめろ、ふと。俺たちの相手はシルバーキャッスルだ。それを忘れるな。分かった。守ってやるぜ、ゴールをよ。一発も入れさせねえぜ。
ファイタースピリッツシルバーキャッスル陣内へボールを持ち込む。いや、マグナムエースが追いすがる。おっと、重郎太がカット。浮き球をマグナムエース、オーバーヘッドでシュート。ゴールドマスク止めた。これは強引、入れさせねえぜ。ウィンリーがシュート。ファイトは完成。全身破、鋼の如し。アメンだよ。決めるね。こらくそ、行くぞ。俺だってアメって言ってんだろ。シュートの連続、完全にシルバーキャッスルのペースか。しかし鉄壁のディフェンスを破れません。すごい。何やってんだファイター兄弟、攻撃してんのかよ。行くぜスピリッツ。よし、もらった。龍拳、スピリッツのパスをカット。みんなライトニングクラッシュフォーメーション V で。おお、何をする気だ。行くよ、十六。おお、トップショット。オッケー、ジーザスだ。おお、ウィンディ。よし、マッハリン。ラストパスだ、マグナム。ライトニングクラッシュビクトリーチ。何？ゴール！マグナムエースのシュートが決まった。なんてシュートだ。あいつのどこにあんな力が。信じられん。ついにシルバーキャッスル逆転です。2対11点のリード。ねえ、何をしているんだ。しっかりしろファイター兄弟。楽しんでいるようだね父さん。お、聖丸。こんなところまで出向くなんて父さんも相当な入れ込みようだ。苦戦してるみたいだね。何のようだ。アイアンリーガーから一切手を引こうと思ってね。それを父さんに報告しておこうと思って。ふん、好きにするがいい。やはり僕には映画スターの方が性に合ってるよ。そんな話は後にしろ。私は今忙しいんだ。息子のことより試合の方が心配らしいね。じゃあ父さん、僕もスタンドで楽しませてもらうよ。試合に勝てるといいね。セーガルのやつ。おっと、ボールをインターセプト。何？ファイターロー、ゴール前に走り込む。行くぜ、行けファイターアロー。ファイターアローシュート。取った。シュートはゴールキーパー正面、ブラーマーががっちりとキャッチしました。何をしているんだ奴らは。前半が終わってしまったではないか。ここで前半終了のホイッスル。2対1、シルバーキャッスル1点のリードで折り返します。お前らしくもない。キーパー正面にシュートを打ち込むとはな。俺はコーナーポストの側を狙ったんだ。何？完全にボールはコントロールしたはずなのに、こんなことは初めてだ。ハロー。ファイター兄弟、このままじゃ今のシルバーキャッスルには勝てやしねえぜ。なんだと？わからねえのか。奴らは11人全員で戦っている。俺たちはバラバラだ。これは無理ってもんだぜ。それはどうかな。まだゲームは終わっちゃいない。俺たち二人のフォーメーションはまだある。二人じゃダメだと言ってるんだ。サッカーは11人でやるもんだぜ。青臭いことを言うな。俺たちとお前たちでは力の差がありすぎる。フォーメーションを組むだけ無駄というものだ。なんだとこの野郎。誰のおかげで2点で抑えられたと思ってんだ。やめろフト。だけど兄貴、
思っていたより頭が悪いようだな。言うことはそれだけか。行くぞ。分からせてやるぜ、チームワークの大切さをな。アイアンリーガーまだ始まらんのか。はあ、あと2分ほどです。来季からハーフタイムを短くするぞ。はあ、みんなよく聞いてくれとは言ってももう俺に言うことはない。とにかく終わったらパーティーをやろう。おじさん、たまにはいいこと言うじゃない。そうよみんな、頑張って勝っても負けてもパーティーよ。おう、パーティー大好きね。だけどどうせなら勝って優勝パーティーだぜ。おう、いいか、何が何でも点を入れろ。とにかくシュートだ。もし優勝しなかったら私もお前たちも即刻クビだ。分かってるな。はい。どうだ調子は。二人とも順調です。そうか。だがこんな試合だ、何があるかわからん。どんなことがあっても自分を見失うんじゃないぞ。いいな。さあ、いよいよワールドチャンピオンシップ最終戦後半の開始です。行け、ファイター兄弟。あわ、そうはさせるか。しまった。何をしている。早く奪い返せ。ガセルか。おっと、ファイターロー、マッハウィンディに追いつけない。くそー、しまった。これはすごい。ワールドツアー最終戦ならではのボールの奪い合い。ファイターロー、再びシルバー陣内へボールを持ち込む。おっと、トップジョイがカット。なぜだ、こんな奴に。いいぞ、やらせねえ。ハロー、今だ。てぇくせぇ。うわ、おっと、これはどうした。ファイターロー、シュートのタイミングをミスったのか。ハロー、か、体が、なんだ一体。ハロー、どうした。わからない。どういうことだ。ファイタースピリッツ、一人でシルバーゴールへ持ち込む。ハイブリッドカーン。龍拳、スピリッツのボールを強引にカット。なんだと、俺のシュートを。みんな、行くよ。ジュロだ。トップジョイ。ウィンディ、ラストパスだ。マグナム、同じ手が通用するか。行くぞ、ライトニングクラッシュビクトリーチ、竜巻ウォーレーザー。あいつら絶対ゴールド3兄弟の竜巻ディフェンス、完全にライトニングクラッシュビクトリー G のパワーを奪いました。うわ、やったのね。ギロチ様、お帰りですか。バカン、まだ試合は終わっとらん。いけ、このままじゃ本当に負けちまうぜ。このままにさせるかよ。何としてもあのクソバカどもに分からせてやるんだ。お、分かったぜ。なぜならパワーダウンしている。これは一体どういうことだ。パワーがダウンしている。なぜかと聞いているんだ。こんな状態じゃ二人とも使い、すぐにメンバーチェンジだ。それはやめた方がいい。何、私に命令する気か。わしが許さん。
ギロチ様。最後まで戦わせるのだ。しかし、このままでは。くどい。はい、わかりました。発動はまだなのか。焦らず待つことだ。いつまで待てばいいのだ。あろう。よし。クソ、また動けねえ。やはりダメか。もらった。やらせねえ。ゴールダーム、強引にボールを奪った。カジ、アロー。まだ試合は終わってねえぜ。ファイターアロー、倒れながらもボールを持っていく。アロー、パスだ。どうしたというのだ。メイン回路が停止した。どういうことだ。まあ落ち着いて信じることだ。何？あの、一人でも戦ってやる。ファイタースピリッツ、たった一人でシルバー陣内を突破できるか。スピリッツ、よし行け。なぜだ。なぜこうなっちまったんだ。受け取れ、スレッツ。さてよ、この野郎。ハーム、俺にパスを。なぜ。バカ野郎、仲間にパスするのは当然だろうが。仲間。まだわからねえのか。マスク、今のシルバーキャッスルに対抗できる方法はたった一つしかねえんだ。全員の全ての力を生かすチームワークだ。しかしパワーが。心配するな、俺たちがついてるぜ。行くぜ、ファイター兄弟。竜巻フォーメーション。へえ、舞い上がった。ああああ、みんな気をつけろ、仕事だ。どうした、早くしろ。どんなことがあっても自分を見失うんじゃないぞ。何してんだスピリッツ。さっきまでの元気はどういったんだ。立ち上がるんだ、情けねえぞ。最後まで諦めるんじゃねえ。貴様のパワーを見せてみろ。立て、立ち上がれ。だらしねえぞ、もう終わりか。てめえの力はそんなもんだったのかよ。
本番さ。投げ続けるよ44ソニック悪を打ち砕く伝説を築くまで燃えたぎるその勇気で命をかけるマハウィンディ正義の心パワフルにゴールを目指せマッハスピンまっすぐな絆で今我らアイアンリーガーみんな行くぞ今日まで戦ってきた全てをかけて俺たち全員の魂で栄光をつかむのだ次回疾風アイアンリーガー勝利への大行進正々堂々と試合開始